皆さんこんにちは、デジマクッキングのチャオです。今日もご飯ちゃんと食べましたか？先日道の駅で幅付きの人参を見つけました。人参の部分に含まれる栄養素に比べてどれも葉の方が豊富だそうです。今日は10分以内で作れる簡単時短レシピ2選を紹介します。まずは人参の葉っぱの和え物から始めましょう。葉っぱと人参に切り分けます。洗った葉っぱの部分を5センチ幅に切ります。人参の部分は根元を切り落としてから洗います。人参は縦に4等分に切ってください。細いので切るときに手に気をつけてください。鍋に水を入れて塩と油を加えて沸騰させます。人参の部分を先に入れて30秒くらい茹でたら、葉っぱを入れて1分ほど茹で水に取ります。水にさらしてから水気を切っておいてください。ボウルに醤油小さじ2、ごま油小さじ1、いりごまお好みで、ぬるま湯 20ml くらい加えたらよく混ぜます。和え物のドレッシングの完成です。水を切った野菜にドレッシングを加えてよく和えます。ニンニクの味が好きだったらここで入れてください。人参葉のナムルに変身します。小皿に持ってお召し上がりください。個人的な感覚ですが、人参の葉っぱは独特の香りや苦味があって、少し癖がありますが栄養満点で美味しいです。次に中華風卵焼きを作ります。まず同じように葉っぱと人参に切り分けて洗います。葉っぱを細かく刻んでいきます。葉っぱの太い軸は硬いので切り落としてください。人参は根元を切り落として小口切りにしていきます。切った人参と葉っぱをボウルに入れます。卵を割り入れて溶きほぐします。各材料の分量は下の概要欄に書いてますのでご参考ください。醤油を加えてさらに混ぜます。強火にして鍋を熱します。油を引いて加熱します。材料を入れて焼きます。卵の底が少し固まってきて半熟状になったら裏返して焼いてください。大体2、3分くらい火を通して両面に焼き色がついたら、ヘラで食べやすいサイズに切ってください。器に盛り付けてお召し上がりください。
たっぷりの野菜を合わせて具に入れたボリュームのある中華風卵焼きです。ぜひ作ってみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。次回もお楽しみに。